はい、おはようございます。ラスカルでございます。ただいまですね、夜中の1時ということで、もうね、嫁さんも子供も寝ておりますので、ちょっと小声めのねピンマイクをつけて、お送りしております。で、なんでね、このような動画を撮ってるかというと、昨日かな、あげたトスカーナさんのピザのチャレンジについてですね、いろいろと喋りながらチャレンジをして、まあ、結果失敗してね、そこんとこどうなのみたいな、いろんなね、コメントをいただいたり、比較的ね、他の動画に比べても、バットが多い感じになったんですよ。で、まあ、その点についてというか、まあ、ここ最近ね、いろいろと動画の内容を変更したりとかして、皆さんからね、疑問のお声をいただいておりましたので、その件についてね、お答えができればと思って、今日はね、動画を撮っております。まあ、まずはね、まあ、そのトスカーナさんのチャレンジのみに関わらずですが、最近ね、まあ、チャレンジ、もしくは普通の動画撮影の中でも、食レポとか喋ったりとかして、昔から動画をね、見てくださっている視聴者様は特に思われていることだと思うんですけれども、静かに食えと。まあね、喋らずに食べて、まあ、ニコニコ美味しそうに食べてた方がいいというか、まあ、昔のね、やり方の方が好きなんですってお声をね、結構いただくんですけれども、これについてはね、僕自身、昔の動画とかをいろいろとね、見返した時に、自分ごとでね、こんなことを言うのもあれなんですけど、こいつうまそうに食ってんなと思うんですよ。確かに。ただ、やっぱりね、今まで食べた中で何が美味しかったとか、どれがどう美味しかったっていうのは、全く表現してこなくて、改めて見るとね、じゃあそのお店を行った時にどのメニュー食べたらよかったかなみたいな、そんなのがね、全く思い出せないんですよ。こういったね、この飲食の動画を上げてる上で、もちろんね、大食いが大前提なんで、こう、いっぱい食べたりとか、チャレンジをクリアしたりっていうのもすごく大事だと思うんですけれども、僕個人が一番大事にしたい部分が、その動画を見て、そのお店に行きたいと思うかどうか、僕はこれをね、ちょっと一番大事にしたいんですよ。まあ、大食いをね、見に来ているので、大食いを優先にしてくれとか、まあそういった意見もわかるんですけど、まあそもそもね、飲食店を紹介しようと思って動画の活動をしているので、そのお店紹介、商品紹介っていう部分を二の次にしたら、本末転倒だなというか、まあ、僕のやりたいことではないと思ったので、もちろん大食いはしつつ、何よりも優先するところは、そのね、お店の紹介とか、メニューの紹介とか、皆様が行きたい、食べたいと思ってくださるような内容を第一優先にしようと思っているので、まあね、今後も大食いとかはしていくんですけれども、メインはそっちだと思ってください。本当にね、昔の動画から見てくださってる方は、チャレンジメニューとか、大食い系をメインとしてやっていたので、方向性が変わってくることに関しては、本当にね、申し訳ないと思うんですけれども、僕自身ね、こう年齢を重ねてきて、若い時はね、変な話だけど、ニコニコしてたら美味しそうに見えた部分もあったんですが、まあ、歳を取ってきてね、年相応の見せ方っていうのがあると思うので、やっぱりこう、ありがたいことに、普通の方よりは、食べる回数、経験っていうのは、豊富な、人生を送ってきましたんで、まあそのね、経験を生かして、まあいろいろどういうところが美味しいのかとか紹介しながら、今後もね、動画は発信していこうと思っております。ただ、ガチのね、その大食いを一切もう今後やらないっていうわけではなくて、もちろんね、お店さんからこういうのやってくださいとか、もうガチガチにやってくださいっていうご連絡が来れば、ガチのチャレンジもしますし、たまにはね、まあガチチャレンジも見たいっていうコメントがどん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 増えてきたら、そういう時はね、また改めてガチチャレンジもしたいと思っておりますので、まあそのあたりはね、いろんなジャンルをやっていくっていう感じで、これからも活動していこうと思っております。編集しててずっと思ってたのが、やっぱね、こう喋らずにというか、メニューの紹介もせずに、なんか食べてるのがね、自分的にはね、全く納得がいかなかったんですよ。今現在ね、このチャンネルで4年ほど、まあ、大食いの活動をしてきたんですけど、やっぱりね、当初の頃は喋らずに、カットをせずに、本当にノー編集で最初から最後まで出すような動画を配信したりとか、最近になったら、まあ、テロップを加えてみたりとか、カットをしてみたり、早送りをしてみたり、一番最新で言うと食レポをしてみたりとか、まあね、いろんな形式をやってきたんですけれども、正直、やっとね、自分のやりたいスタイルが見つかったかなっていう感覚ですので、今後もね、しばらくはそういった喋りメインというか、食レポメインというか、そんな感じの動画が続くかなとは、思います。はい。今回のね、そのトスカーナさんの動画に限らずですが、以前からもね、
同じようなお声を結構いただいたんですけど、何もねこう説明をせずにこのまま活動を続けるのも皆さんに申し訳ないと思ったので、今回はねこの事情説明というか、こういった経緯でこういう活動内容になりましたっていうご報告の動画ではございます。ただね、あのトスカーナさんのピザのチャレンジメニューに関しては、先日上げた動画の最後の方にも書いたように、今週末ね、改めてリベンジマッチをしてきます。久々にこうガチガチで食べてね、ノーカットでお送りしようかと思っておりますので、大食いがね好きな方はぜひね楽しんでください。ということで、本日のねこのご報告動画はこんな感じの内容でございました。これからもねいろいろと、もしかしたら内容の変更とか編集の変更もね、随時あるかもしれませんが、今後もね、皆様が楽しんでいただけるように僕も最善の努力ができればと思いますので、お付き合いいただければと思います。ということで、以上ラスカルからでした。じゃあね。